YM 様、おはようございます。私も美穂子先生の記事を読みました。振り付け依頼が殺到しているようですね。私も美穂子先生の振り付けは、素敵だと思うし、何より、選手の良いところを前面に出すプログラムを作ってくださっている気がします。今までは、グランプリ東海の選手の振り付けだけでやっとだったんでしょうけど、独立したことでより広く、いろいろな、振り付けあの選手を振り付けできますね。よかったと思う。カブさんのおっしゃるように、海外の選手ともお仕事されるといいですね。私が美穂子先生の振り付けで驚いたのは、それまで女子選手の曲っていう印象があった、トゥーランドットを宇野、男子選手の、翔馬くんに振り付けたこと、びっくりしましたが、しっかり彼のトゥーランドットになっていて、オリンピックでメダルも取って、翔馬くんの代表作になりましたね。その後、男子選手も使うようになって、さっきはチャチューファン選手が使っていましたね。まあ、確かにトゥーランドットは、例えばカロリーナ・コースタナー選手とか、あとは、女子もちろん荒川静香選手もさんもそうですけど、それから太田幸奈さんなど、女性が圧倒的に多いですね。男子では確かに宇野くんの後にチャチューファンが使ってましたけど、他にはいないですよね、多分。最近では女子のキム・イリムが使ってましたけどね。そして、美和さん、ありがとうございます。こんばんは。美穂子先生は振り付けも素敵ですね。また、曲選びもセンスありますよね。また、翔馬くんの試合用の振り付けもされないのかな。ショートでもフリーでも、まずはまだベールに包まれたエキシビションが気になりますね。やはりザ・アイスでお披露目だと、勝手に期待しています。七夕生で見たいからお願いしました。ではおやすみなさい。明日も5時起きだ。早いですね、5時起き。とんでもないですね。すいません、僕この頃はまだ爆睡中なんですが、ってことは今まだ皆さんの未明に動画を撮っていると思うんですけど、皆様の時間でもう三輪様起きていらっしゃるということになりますね。そして BNA ホラークさん、おはようございます。樋口若葉ちゃんが7月5日地元の西武新宿駅で1日駅長を務めたそうです。出演予定のアイスショープリンスアイスワールドのうちわを配り、東京公演をはじめとした夏のお出かけを案内したようですということみたいですね。そして、いつも使う駅で駅長をさせてもらっているのはすごく嬉しいと喜んでいたそうです。若葉ちゃんの疲労骨折は完治し、6月中旬から氷上での練習を再開し、自分が今までできていたことを戻せるように練習していると現状を語ったそうです。ということで、アイスショーをね、彼女は、予定していたのをですね、取りやめて、足をいたわってきたんですけど、だんだん良くなってきたということでしょうかね。ちょっと心配はされていたんですけど、でも疲労骨折が完治したっていうのは、すごいやっぱ速度は速いですね。MW さん、ありがとうございます。羽生くんは何せ影響力が半端ないので、常にいろんな人がお金儲けのために近づいてくると思います。信頼できるスタッフ、ご家族、チーム羽生が、守ってくださるとは思いますし、ご本人も頭の良い人ですから、賢く振る舞われるでしょう。華美な、ことはあまり求めないところがまた彼の魅力かと思います。羽生くんの生き方、価値観が、そうですね、あるからこそ世界中のファンを魅了させるのでしょう。新しい写真集、私も買っちゃいますね。だって美しいですから。で、徳光さんが彼は歴史上の人物と言っていましたよね。よって写真集は永久保存です。いやー、もうそう思いますよ。フィギュアスケート史に残る何千年の歴史に名を刻んだと思います。自分が生きている間に間に彼のようなレジェンドをこの目で見られるだけで奇跡です。それくらいの人です。羽生の前に羽生なし、羽生の後に羽生なし、バイトレーシーさんということみたいですね。そして、ゆうのやあさん、カブさん、やっぱり天の川は曇っていて見えませんでした。残念です。なんかいつもなかなか見れないですね。いやー、これは残念ですね。
なぜでしょうか。せっかく梅雨も早く明けたのになぜこの時だけ曇るのか不思議です。お店とかに願い事を書く短冊があったので書いてみました。でも反応かな、たっぷりな願い事ばっかりになってしまいました。来年は綺麗な天の川見てみたいです。いや、今年はね、記録的な速さで梅雨明けましたから、超チャンスだったんですけど、まさかのね、台風と温帯低気圧で、しかもその温帯低気圧がね、オホーツク海高気圧の縁を回るようにして、また戻ってくるらしいんですよね。不思議なコースをたどりますけど、まあ、これも偏西風が蛇行している影響があるかもしれないですね。マリリンさんです。しょうまくんと姉さんは4回転アクセルは？しょうまくんの後のザ・アイステのインタビューです。姉さんは、しょうま、トリプルアクセル得意だからやる？しょうまくん、いやいや、やらない。2人顔を見合わせてやるとしたら5回転の方が良いと言っていました。多分これ4回転アクセルのことでしょうかね。羽生せ、あの、宇野くんの場合は。で、僕は何かの先駆者になるという気持ちはないです。4回転フリップを初めて成功させているので、そういった質問を受ける。シニアデビューの年の世界選手権で追い込みすぎて4位。その後、気分転換で4回転フリップやってたら、3日くらいでできてしまったということみたいですけど、これはもうがむしゃらって感じかな。記録を目指したわけではなかったからでしたということみたいですね。欲がないところに成功ありということでしょうか。BNA ホラークさんもいいとです。今年の元サンサマーカップは、参加選手が少ないということですね。昨年はシニア女子に63名エントリーして、実際出場をしたのは57名でした。今年は49名がエントリーしているということで、ちょっと少ないですね。これから増えるっていうことはないでしょうか。参加料は1人2万円、宿泊は各自が手配するそうですから、遠方から来る選手は大変ですねということなんですけど、2万円はちょっと高いですね。2万円は高いな。夏の全日本と言われるだけあって、有力選手が出場しているね。顔ぶれで昨年と違うのは、男子では鍵山選手はいないということみたいです。で、女子では樋口新葉ちゃんと宮原さんがいないくらいということで、樋口選手は見送るということですね。ってことは、河辺さんとか三原選手とか、紀平選手はどうするんでしょうかね。今年はシニア女子の参加選手は少ないけれど、いろいろ注目する選手はいるね。シニア女子では坂本選手が連覇する気でいるみたい。そういうことらしいですよ。ジュニア女子は106名もエントリーしてるということなんですけど、かなりの数エントリーしてますね。注目は真央ちゃんくらいかなということみたいですね。柴山あゆみさんとかは出ないのでしょうかね。注目してる選手なんですけど、シニア女子の気になる選手と名前を挙げておこう。青木優奈、荒木奈々、大場美波選手が出るということみたいですよ。大場美波選手は引退をするっていう話もあったんですけど、継続ということみたいで、ちょっと嬉しいですね。加護谷あゆみ選手、河辺愛菜選手、そして坂本花織選手、住吉りぼん選手、田中あずさ選手、松生理乃選手、そして三原舞依選手、山下真子選手、横井ゆはな選手、吉田花選手、渡辺倫果選手、以上かなということなんですけど、異常すぎますね。すごすぎ。もう本当、夏の全日本と言わんばかりですね。紀平選手はつまり出ないということでしょうかね。楽しみです。早速楽しみです。まあ、男子はエントリー23名だし、興味の対象外だが、有名選手くらいは名前を挙げておこうということですね。坪井達也くん。ああ、楽しみですね。坪井たっちゃん。友野一希くんです。そして、本田ルーカス選手。三浦佳穂くん。三宅星南くん。そして、山本草太くんくらいかなということですね。片寄くんはどうするんだろう。ということです。まあ、三浦佳穂選手はこの中ではちょっと強そうな気がするんですけど、でも、坪井選手も安定感増してきてますし、友野くんもね、遠慮なくいけばね、強くなっていくのかなという感じがあります。山本選手は今年はどうでしょうかね、今季は。
8月11日から14日、観覧料は無料だけどということなみたいです。観覧料無料ということみたいですね。で、観覧人数各日に500人に制限があるため、観覧には郵送での事前申し込みが必要ということみたいですね。なるほど。これはでも結構、チケット争奪戦っぽくなるんでしょうかね。だったらこれ無料にしなくてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、これ観覧するの、ね、まあ3000円ぐらい払っても多分見に来る人いると思うんですけどもね。返信はがきが入場チケットになるそうです。詳細についてはネットで調べてみてはいかがでしょうということですよ、皆さん。今日はあれですね、フィギュアスケートの速報が入ってますね、ほんと。いやー、すごい顔ぶれだ。楽しみですね、早速。8月11日から14日ということですよ。もう1ヶ月ということなんで、わあ、楽しみでございます。もう早速ね、夏の全日本ですよ。マリリンさんです。もしも他のスポーツをやっていたら、本田武史さん、身体能力を買われて、スピードスケートにありえるんですね。本田さん、タイムだけを競うのが馴染めず、フィギュアスケートへ。なるほど。レイさんは、体操選手を12歳くらいまで、その時のコーチさん、一流の選手になると、身長166センチがちょうどいいですね、ということみたいです。そして高木美帆選手は、女子サッカーだったそうです。アンダー15の日本強化選手だったということですね。しかし、スピードスケート1500メートルで日本一になり、オリンピックへということで、すごいですね。で、宇野昌磨君は、アイスホッケーとフィギュアの両方をやっていた時期があった。止まって滑る、止まって滑る、すぐにエッジスピード出せる。昌磨君のフィギュアスケートに活かせている。確かに。アイスホッケーって、ほんとそうなんですよ。止まって滑る、止まって滑る。結構ね、激しい動きするんで、これも関係してんのかな？ねえ、なんかそんな感じしてきましたね。アイスホッケーの粗さも必要なのかもしれませんね。クシュワビーさん、どうもです。羽生結弦、極めたいを信じてます。ただ、カナダでしか得られない環境があるので、少し残念で気がかりです。ハーネス、それから、これは球止圧師って呼ぶんでしょうかね。生活リズム、針かな？針球止圧師かな？そして、コロナが心配なので仕方ないでしょうけど、本当はできるはずなんです。タイムリミットまでに、なすべきことができれば、ウィナーのはずのゆずにしては珍しく、どうかにまだメンタルブロックがある気がしてなりません。すごく、なんとか怖いな、考えですが、ちょっとこれちょっとやめないですね。若さが大切だと思います。同年代の平均よりは、はるかに老化物質は、少ないお体のはず。でも、食事や睡眠の取り方だけでも工夫すると、さらに老化を遅らせることが可能に。ここで持論を展開させていただくつもりはありません。で、すみません。アボカドとジャガイモと人参ということなんですけど、これはちょっとなんか可愛らしいですね。自信を持ち、気持ちを、体も若さを保って、悲願の4回転アクセルを制覇してほしいですね。そうですね。やっぱ健康がやっぱ一番ですね。健康一番だけど、まあ、羽生選手の肌はとてもツヤツヤなんで、内側から来てる気もしますよ。なんか羽生くん健康とかにもなんかすごい気をつけてそう。すごいなんか。そういうのもなんかしっかりやってそんな気がしますね。そして、空風さん、こんばんは。まず七夕ですが、七夕である7月7日ではなく、8月6、7、8に開催されるということなんで、間違えたということじゃなかったんです。すいません。てっきり間違えてしまったのかなと思ったんですが、8月の6、7、8にお祭りが、七夕祭りが開催されるということみたいですね。これは初めて知りました。なぜでしょうかね。したがって、あと1ヶ月後の開催です。これはあれかな、皆さんこの頃になると夏休みが始まってるからっていうことでしょうかね。ねえ、7月にやっちゃうと、夏休みじゃないから。ここでクイズです。せっかくの機会なので、七夕に関するクイズです。仙台七夕はなぜ7月ではなく8月開催でしょうか。ドゥドゥンということなんですけど、回答期限は9日23時までとします。これ、一般的には、さっき僕が言ったように、あれでしょうかね。
学校の夏休みが、8月に、7月だと夏休み入ってないから、もう僕これ一瞬でそう思いましたね。どうでしょうかね。それとも8月8日が七夕なんでしょうか、仙台では。なぜでしょうかね。なんか、五色沼では、なんかスペシャルな、虹みたいなのが見れるから、関係ないか。こんな答えがあったりして。でも僕が一番最初に言った、8月6、7、8だと、みんな夏休みになってるから、で、これでファイナルアンサーでちょっとお願いしますね。マイク・バーティラさん、どうもありがとうございます。カブくん、こんばんは。BNB オホラークさんがおっしゃるように、原産サマーカップは入場無料ですが、定員500名で往復把握による申し込みです。かなり狭き門かもということなんですけど、相当狭き門だと思いますよ。3000円ぐらい取った方がいい気はしますね。樋口若葉ちゃん、先日のドリームオーバーエースで元気に演技していましたけど、まだ以前のようなジャンプのキレは戻っていないかなということみたいです。でも、紀平梨花ちゃんみたいに疲労骨折が長引かなくてよかったねということで、そうですね。紀平梨花選手は、なんか、本当にこう、治りにくい怪我を患ってるみたいですので、ちょっとそこがちょっとまだ心配ですね。で、研鑽サマーカップはエントリーしてませんので、グランプリシリーズとか、チャレンジャーとかからになるんでしょうかね。そして BNA ホラークさんです。若葉ちゃんは6月中旬から氷上での再開を、練習を再開していますから、これからですねということみたいですよ。そしていちごプリンさんです。若葉ちゃんの復活嬉しいですね。紀平さんの現状が気になります。負担をかけないようにジャンプの回転数を抑えていたと思うんですが、3回転を飛べるようになったかなということなんですけども、どんな感じなんでしょうかね、紀平選手。アイスショーでは、確かトリプルサルコーを手を上げてやっていた気がするので、サルコーはできると思うんですけど、スピンとかがまだ完全ではない気がするんで、足の痛みの影響があるとは思うんですけど、ちょっとわかんないですね、現状が。僕も一番気になっているところでございますね。エミリーさんです。若葉ちゃんは、すねの骨折だと思うので、足首の紀平ちゃんよりは治りやすいのかもしれません。あ、なるほど、そうだったんですね。でね、6月までコールに乗らずによく辛抱をしたなと思います。すごいです。6月までずっと乗らなかったっていうのは、これはいつからいつまでなんでしょう。すごい長い期間乗らなかったということみたいなんで、これはでも本当すごいと思いますね。でも、オリンピックも北京五輪行って、まあ一つこう夢をね、達成したっていうところがあるので、まあ1年くらいはね、そういうふうに休む時期を取るっていうのもすごく大事かなと思いますね。ここぞという試合で発揮できたわけですからね、樋口さんは。でも、まあまたミラノオリンピックに向けて、まあやっていくんだったら1、2年ぐらいはこう休んで、ちょっとこう足の怪我とかも治すようにしていくっていう方が、まあ、もしかしたら近道というかね、いいかもしれないですね。マイク・バーティラさんも一緒です。カブくん、こんばんは。美穂子先生って選曲もセンスがいいし、振り付けも素敵ですね。松生里奈ちゃんの月光が素敵でしたね。彼女はこのプログラム続行でしょうか。ロシアのドーピング問題、いい加減に決着をつけないと、ロシアにも最後通告するべきで、覚悟しなければ永久追放するくらいの覚悟を持ってやらないとということなんですけど、もう今シーズン入ってますから、手遅れだと思いますね、僕は。遅すぎると思います。選手も次に向かうために、選手のためにも、昨年度中にはメダルを届けておくべきかなと僕は感じていたんで、ちょっといい加減にお粗末すぎるかなっていうふうに感じてますね。なので、ルール変更とかよりもですね、そっちを先にやるべきだったなとすごく僕は感じるんで、もう手遅れというか遅すぎるどころじゃないかなと思ってますね。もう雲隠れもいいところなんじゃないかなと思うんですけど、もうだったらもう、ダメならもう銀を上げて、順位を上げて、繰り上げてメダルを上げるべきかなと僕は感じますね。なので、アメリカ1位、日本が2位で中国は3位という構図かなと思いますね。そして、ゆうのややさんです。かぶさん、前に陸上フィギュアでしたいかだった。
元気のシャワーやってましたね。残念ですね。そうなんですよ。僕の好きな遊戯王デュエルモンスター、ね、の、高橋和里さんが亡くなられてたということです。そういった通知がですね、来まして、びっくりしましたね。はい。そしてマリリンさんです。思い出しました。青虫の観察日記のことです。腐葉の葉には、腐葉って読むんですけど、腐葉っていう植物があるんですが、この葉っぱに、卵があり、青虫もいたので、餌は腐葉の葉にしました。さなぎから出てきたのは蛾でした。横 2.5 センチくらい、縦 1.5 センチくらい、色が薄茶色でベージュということですか。なんだろう。でも緑じゃないっていうことは、多分ヤガの仲間じゃないんで、イラガかな。でもイラガだとしたら、イラガガっておっしゃってますけど、イラガだとしたら毒を持ってますからね。でしかも結構緑でちっちゃいんで、イラガガじゃないと思いますね、多分ね。うん、なんだろう。2.5 センチ、横が 2.5 センチ、縦が 1.5 センチ。あ、でもそしたらイラガですね。うん。この感じだとイラガっぽい感じがちょっと、横にちょっと太い感じということかな。なんだろう。うん。ちょっとわかんない。実際くらいだったから記憶が薄れましたということですね。腐葉の葉っぱを食べるのは、なんかなんとかヤガっていうのがね、確か食べてたと思うんで、あんまりは僕はちょっと、詳しくはないんですけど、イラガナは確かコナラとかを食べる気がするんですけど、ちょっと忘れましたね。うん。はい。195T さんです。沖縄の海でサメか何かに襲われたっぽい傷があったそうです。残念ですということなんですけど、高橋さんは何これサメに襲われたっていうことなんですかね。てっきりなんか海流とかに飲み込まれたのかと思ってたんですが、サメに襲われたということみたいですね。シュノーケリングをやってる時ということだったらしいんですけど、非常に残念です。そしてマリリンさん、あの輪切りの人、ガラスの箱に入ってた、あれは現代アートです。またはモダンアートとも言います。何を感じようと見る人の自由ですよ。私は、在学中に銀座で個展をしました。ジャンルとしては現代アートでした。美術専門誌2冊に写真とともに掲載されました。あ、素晴らしいですね。でもすいません。僕はあの箱に入った輪切りの人、あれは現代アートだったんですね。うん。ちょっとでも怖かったですね。うん。なんか、なんだろう。うん。ちょっとね、でもなんか逆に怖い風に作ったのかな。うん。現代アートということですよ。はい。そして BNA ホラークさんです。7月シーズン開幕。有力選手が見当たらないし、参加選手は少ないですが、各地でサマー大会が開催されています。例えば、名古屋市スケート競技会、港アクルス杯っていうのが、7月の1日から3日、アクアカップフィギュアスケート競技圏大会、千葉県民体育大会スケート競技会とかということですね。マスターズとかも結構されてますよね。うん。これはでも、あれかな？球によって分かれてる試合でしょうかね。うん。ちょっとだけね、僕も、アルバイトをね、したことあるんですよ。うん。スケート連盟の。で、多分ちっちゃい試合だったんで、でもね、トリプルルッツとかやってましたよ。うん。で、その時、ジャッジを後ろから見てて、あの時はまだ GOE が3からマイナス3だったんですけど、ピッピを押してるの横見てましたね、横からね。うん。はい。そして、ここからはちょっとすごい情報になってくる気はするのですが、でもちょっと紹介しちゃおうかなと思います。はい。いちごプリンさんです。某子はカルチャーサイトのアーカイブで、写真家、僕たちのフィギュアスケートトークを有料配信していたんで見てみました。出演者はカメラマンの長久保さん、ファンからゼウスと呼ばれていますと、田中さんとのどさんということで、2時間の講座で内容はフィギュアスケートの話としながらも、8割方羽生選手の話ということみたいですね。有料配信なんで詳しいことは言えませんが、ニースのこと、アイスショーのこと、オリンピックのこと、凱旋パレードのこと、そして国民栄誉賞受賞式のことなど、当時の写真を交えながら数々の裏話や秘話が語られています。すごく興味深くて楽しく拝見しました。これはちょっと皆さん、いいなってちょっと思っちゃいますね。
そうして言えることは、カメラマンさんたちの羽生選手への愛情は深い、羽生選手とカメラマンたちの交流が温かいということみたいです。そして羽生選手に出会ってしまった衝撃を熱く語っています。なんといっても彼は美しいんだよなと、もうシャッターを切られずにはいられない様子。あるカメラマンは羽生選手の1試合のフリーだけで枚数が4桁いくそうですということみたいですね。お話を聞いていて、私も感動の涙で、ますます羽生選手が大好きになりました。素敵ですね。このなんかこう、素敵なシャッターをね、シャッターシーンがあるわけですよ。そして出演者の3人のおじさまたちのことも大好きになりましたということみたいでございますよ。これちょっと気になりますね。有料放送だったんで、あれなんですけど、なんかそういうなんかエピソードがあったということですね。そして、マリリンさんよろしくお願いします。美大1年生の時、アルバイトで、これはエンヤかな？エンヤプロダクションで、ウルトラマン、石ノ森章太郎プロダクションで、キカイダー、セットや人民のキカイダーや怪獣など、いろいろ作りましたよ。1週間に1話、テレビ放映だから、行けばいつも徹夜仕事でした。ということですね。すごいですね、本当に。素晴らしいと思います。先ほどのアートといい。そして、空海さんです。続いて、黄明期に関する話題です。これ、恋の通勤列車は、これ、発車メロディーのことなんですけど、青梅以外で、甲府駅3番線、横川駅、全ホーム、少し前に話しましたが、この駅で、荻野屋、峠の釜飯の駅です。高輪ゲートウェイ駅4番線、2020年3月14日に開業した、山手線と京浜東北線の新駅ですということなんですが、ちょっと初めて知りましたね。そして武蔵浦和、駅4番線で使用されています。らくらく鉄道旅行は青梅以外では市川駅4番線で使用されています。ちょっとね、僕ね、聞いてみたんですけど、初めて知りましたね、この曲。どちらも駅で生で聞いたことがありますが、いい感じですよ。ヨーロッパ各地は羽田、成田、どちらが発着なのかよく分かりませんが、例えば、帰国を終えてベルギーに戻られる際に、都内の駅から快速成田空港行きに乗ると、ちょうど市川駅4番線を通るので降りることなく、列車内から聞けます。あ、そうなんですか。なるほど。発着はね、基本的にね、成田になりますね。成田であることがほとんどだと思いますよ。まあ、最近もそうかな。成田空港駅 JR 線で使用されている発車メロディーもおすすめですが、もしかすると、渡航直前に航空機に搭乗する前に、総武快速線を使用して成田空港まで来た場合、聞けた可能性が考えられます。もし初めて知った場合は、次回ぜひ、帰国の時に参考にしてください。あ、ありがとうございます。ね、電車にね、乗って帰るか、乗るかどうかちょっと分かんないんですけど、もし乗る場合はちょっと参考にしたいと思いますね。多分車でいろいろこう走る可能性があるんですよ。ただまあちょっと分かんないですけどね、この辺はね。ただ、関係なしにね、電車を乗り回したいと思ってるんで、多分ね、この辺も発車メロディーとかね、どんな感じになったのかなって興味津々なんで、発車メロディーの曲だけをね、聞きつつ、ちょっと昆虫採集の昆虫観察とか植物観察をやっていくみたいな、そういうのをね、やろうと思ってるんでね。ちょっといつになるか分かりませんけど、多分そんなね、大きい未来のことではないですね。まあちょっと日本に行った時には温泉にも行きたいなとちょっと思ってるんですけども、ちょっと分かんないですね、そこら辺は。BNA ホラヤキさんです。国際的には、ジュニアグランプリシリーズ第1戦が8月24日から開幕します。早速ですね。でね、10月12日の第7戦まで楽しむことができます。ちなみに、日本のジュニアグランプリ枠は、ジュニアワールド2022年の結果により、男子が14枠、各大会2枠、女子が7枠、各大会1枠のようで、さて、誰を派遣するのかなということですが、誰でしょうか。島田麻央ちゃんは多分、行くジュニアということになるんですよね、確か、今期から。あとは、柴山あゆみさんとか、が、
登場してくるんでしょうかね。僕気になってるんですが。あとは、どのあたりかな。千葉百音選手とかもでしょうかね。まあ、ちょっと僕は柴山あゆみ選手は結構強くなってくる気もするんで気にしてるんですけどね。ただ島田麻央さんかな。そしてレモンみかんさん、ありがとうございます。この高橋和希さんという方が亡くなられたということで、ニュースで見ました。高橋和希さん、漫画家です。ちょっとね、エロチズムな漫画も描いてますよね。びっくりしました。なんか海外ではこの後記事読んでたら、結構なんか、アニメ、アニメとかが結構あって、こんなこともやってたんだ、ちょっとびっくりしましたね。結構ね、オランダの報道とかだと大胆ですね。すごい大胆ですよ。普通に、とかね、出してましたよ。びっくりしましたね。沖縄の海でお亡くなりになっていたそうです。遊戯王デイリーモンスターズは海外でもポケモンにつき有名で、子供たちも遊んでいたようですね。ご冥福をお祈り申し上げます。僕もね、遊戯王やるんですよ。大好きで、アニメの中では多分一番好きかなと思うくらい遊戯王が大好きでしたね。ドラえもんとは全く種類が違うんですけど、ちょっとね、闇のどうのこうのとかね、なんか死者を蘇生するとかね、そういうなんかちょっとそういった刺激的な内容なんで、親には結構ダメ出し食らいましたけど、結構好きで見てましたね。孤独な自分と、闇の人格を作り上げるみたいな、なんかね、孤独な自分の中に人格を作り上げる、その人格が友情の勝負をするっていうなんか物語が、ちょっとこう僕の中で好きだったりするんで、結構ね、友情デイリーモンスターズ好きですね。初回の、結構好きですね。だからたまに見るんですけどもね。なのでちょっとショックでございます。そしてマスミンさんです。羽生展からの感想、その2でございます。スケートの話と別件で、立ち姿、身体の線はもちろんのこと、羽生くんのお顔は本当に美しいです。パッと見て、このくらいどこにでもいそうじゃない？なんて思ったら大間違いです。写真に撮られるとよくわかります。加工アプリの写真でなく、普通の写真でです。左右のシメントリーが取れている。骨格と輪郭が美しい。パーツの配置のバランスが良い。目だけで表情が作れる。何より美肌です。内面の美しさから作られる品格もあります。あの雰囲気と存在感はやはり強いエネルギーのオーラをまとっていると感じます。加えて日本人離れした足の長いスタイルですから参りますね。もうちょっと身長がね、高く見えます。171センチなんですよね、公式の、発表している身長が。180センチくらい見えるんですけど、僕の勘違いですかね。かなりね、スラーっと身長が見えるんですけどもね。羽生くんから離れる時間も少し作らないとまずいです。苦しくなります。この気持ち分かる人いますか？まあ、だから羽生選手はあまりね、出てこないんですけど、それもあってあんま出てこないっていうのはあるんでしょうかね。逆にファンの気持ちを持ってあんま出ないようにするっていうね。だとしたらね、神ですね。そして、貞海さんです。コメントの続きです。カナダの第三語はウクライナ語ですか？びっくりしましたが、どちらも西側諸国の国なんで、不正解ならばウクライナ語でもあると予想していました。ウクライナ語はね、第三語ってのは僕はちょっとびっくりしましたね。カナダも移民の国であると思うんで、解説を聞いてしっくりきました。この動画の18分付近の中にありましたが、やはりカブさんも私と同じく東京都民だったんですね。推測になりますが、23区内ですよ。あ、そうですよ。23区内でございますね。首都圏であることは間違いないと思っていました。将来的にスペインなど他のヨーロッパに移り住むことも考えているんですね。ちょっとベルギーのね、気候はね、気候もね、あんまちょっと良くないですね。なんで、あと、生物もいるんですけど、ちょっと昆虫不足ですね。もうちょっとセミとかね、なんだろう、少なくともちょっと山マユカがいてほしいなって僕は思うんですよ。で、僕の基準として、山マユがいるかどうかっていうのが基準なんですね。なんで、実はフランスよりも南の方に行くと、この山マユガっていうのがいるんで、そうすると、これが出てくると、他の昆虫も結構増えてくるんで、僕の基準として、山マユガが生息してるっていうところが大事ですね。
なので、田舎もちょっとダメなんで、ちょっと森林で、しかも広葉樹林ですね。できれば水ナラとかね、まあそういう広葉樹林、まあもちろん柳とかね、そういったものが含まれている広葉樹林が多いところで、あんまこう針葉樹林であったりとか、オリーブとかではなくて、そういう広葉樹林が多く生えているところ、そこがやっぱりね、目印としてはなってくるかなと思います。で、さらに海があり、川がありというところをちょっと見てるんで、そういうところですね。将来的に、スペイン、極端にドカ雪が降る地域は、雪かきという地獄の重労働をやらないといけないんで、その点は考慮した方がいいです。あ、そうですね。なので、僕はね、海のそばに住もうと思っています。で、海のそばだと、基本的に雪はあんまり降んないんで、だから、まあ、そのね、雪かきっていう重労働はもう無理ですね。なので、まあ、日本海側でも海に近いところだとあんまり降んないんですけど、まあ、結構なんだろう、山間部とかね、ちょっと平野部とかの内陸になってくると、すぐにドカ雪降るんで、ちょっときついかなと思いますね、さすがにね。私は宮城に住んでいますが、私の住んでいるところは県内でもかなり雪が少ないんで、ドカ雪の経験はほぼないです。あとはなるべく料理が美味しい国がいいですね。だとすると、まあ、スペインとかはギリシャはちょっと美味しいですね。動画の終盤でメンタルについての話題が出ていたんで、私からも、少しコメントしますね。誹謗中傷されるとショックという気持ちよくわかります。学校内など、社会生活上での経験にはなりますが、対面だろうがネットだろうが、暴言を吐かれて気分が悪くならないのはまずありえないと思います。私も特に高1以前はそうでした。高1の時のあの辛い経験をして、奈落の底まで落とされた経験をしてからは、それ以前に比べると冷静になれる自分がいます。あの時乗り越えられたからなんとかなるという気持ちも芽生えたかもしれません。カブさんもこの数ヶ月ほどとにかく大変な日々であったと思います。初めての入院に加えて異国での入院、服用したことのなかった医薬品の件など、本当に大変な思いをしたと思います。山を越えた後に振り返ったら乗り越えたという自信が芽生えると思うんで、今は一つずつ一歩一歩焦らずに進んでいきましょう。本当良かったですね。逆にね、結構ネタにもなって、なんていうのかな、YouTube 映えできたんで、そこは良かったと思うんですけど、ただまあ本当に友達もいてくれたりとかね、なんか結構面白かったんで、なんかね、辛かったっていうよりは面白かったですね。ただ、薬はね、もう勘弁。もうこれだけは苦いかな。もう薬はね、もう本当ね、もうポイ、もう本当ね、やめてほしい。もうそれだけですね。入院はね、良かったですよ。だから、カビプリンとかもありましたけど、もうそれはね、なんか良かったんですけど、ただね、もうなんだろう、もう薬がね、一番しんどかったね。もしかするといじめられた経験とかよりも嫌だったかもしれないですね。人生の中でも数え切れないくらいの有数の嫌さを感じましたね。多分、本当にね、一番嫌だったって言っても過言ではないくらい、もう本当にね、抗うつ剤と、なんだっけな、もう眠剤、睡眠薬、もう二度とやんないですね。もうあんなったら寝れない方がマシですね。寝れない方が本当マシです。もう本当にね、もうこれだけはもう勘弁ですね。カブさんの日々の努力は、カブくんテレビの視聴者の皆さんや、現地でカブさんと接する機会が多いご友人など、皆さんご存知であると思います。3週間ほど入院したことで、本来やりたかったことができなくなるほどの焦りとか不安とかもどかしさがあるとは思いますが、その入院中でも、常に努力をし続けていました。年下の私が言うのはおこがましいと思いますが、とにかく頑張り屋さんだと思います。ありがとうございます。なんかね、楽しいんですよね。なんか、頑張るっていうか。で、楽しくないとやめちゃうんで、もしかすると、なんだろう、なんか、とことん楽しいことしかやんないっていうあれかもしれませんけどもね。頭が下がる思いです。なるべくプラスの方向に持っていけるよう、うまく調整しながら進んでいきたいですね。そのためにも、何か困ったことや、辛いことがあったら、その都度吐き出してしまいましょう。まあ、結構入院中もね、吐き出してましたけどね。結構入院中でもやってましたよ。でもそんなにないかな。入院中3回ぐらいでしたかね。なんかありましたけどね。ただ、あんまり気にならなかったですね、そんなには。そうそうそう。
溜め込むと健康にも良くないんで、とにかくすぐ吐きましょう。カブくんテレビの視聴者の皆さんは、さまざまな経験をされた方や、さまざまな分野の知識をお持ちの方がたくさんいらっしゃるんで、助けになると思います。その通りですね、僕もたまにびっくりするような経験をされている方がいるので、あとね、UFO とかも見ている方いるんですよ。ね、時々出ますけどね、だから、面白いですね。だから結構いろんな分野に精通されている方がたくさんいるので、そういった意味で、ね、すごく僕はね勉強をしながら進んできているので、こんな感じでやっていきたいと思いますよ。まあ眠くなったら寝るんですけど僕はね、長くなりましたが、私なりの考えを思いを書きました。ここまで読んでいただきありがとうございますということですね。結構なんだろう、風に流されながらも結構立ち止まって考えるタイプですね。まあだから結構ね考えるタイプではあるんで、まあそれがそうなのかな、いろいろこうなんか邪魔してる部分はあるんですけど、まあそれも含めて自分なのかなとちょっとね思っていきたいなと思いますね。そんな感じでございますけどね。そして桜子さんです。今年もやはり天の川の見えないで、七夕でしたということなんですけど、まあ梅雨時期ですので仕方ないですけど、今年はもう梅雨が明けてんですよね。驚き。本当です。だから梅雨が明けてるんだったら見せてくれよって思うんですよね。なんでここにこれに限って台風が来るんだってね。もう台風のせいで寒気が入って雲が多かったってことですからね。桜子さんは新潟ということですからね、多分寒気の影響です。それからカブくん、ハス池とはハスの花が咲いている池のことで、その面積は東洋一と言われているということみたいですね。まあ確か北朝鮮から帰国できた方の中にハス池さんという方はいらっしゃいますし、新潟県の方で、そうですよね。確かハス池カオルさんという方だった気がします。北朝鮮拉致被害者でしたよね。新潟にはハス池っていう方が多いのかなっていうのは関係あるのかどうかちょっと分かりませんけどもね。そして、桜子さんポイントです。羽生選手とコラボした宮川さんの、実家は伊豆諸島にある式根島というところにあります。宮川さんのお母様が息子に友達ができた日本の国宝級だけでなく世界の宝の羽生選手ですとインスタで上げていたようです。これはまた濃厚ですね。羽生選手と息子さんがコラボしたのがよっぽど嬉しかったでしょうね。お母様は宮川さんがまさかまさか羽生選手とアイスショーでコラボするとは思わなかったでしょうね。コラボすると知った時は驚いたでしょうね。いやーもうね、もうすごいことですね。あれから交流とかもできるようになったんでしょうかね。だとすると最高のね、世界最高級の友達ということになるんでしょうかね。そして木更木24さんです。高橋和樹さんの速報が入って私もびっくりしました。沖縄の名護市で亡くなったと聞いて沖縄でと思いましたが、海での事故だったんですかねということなんですが、さっき少し 195T 様かなコメントいただきましたけど、サメによる被害だったんじゃないかということで情報が入ってきてます。サメですね、サメ。ちょっとすごく恐ろしいんですが、サメの事故ということみたいです。そして北崎24さんもイントです。名古屋のテレビ局メーテレのゆるキャラが世界に大人気にということみたいですね。あのゆるキャラウルフィーはメーテレの曲アナ・ナンウンさんっていうのかなの作品で、イラストが得意で、しかも気象予報士の資格までお持ちの最速兼備、すごいですね。わあ、すごい。すごい、ね、いいですね、気象予報士。5% ですよ、合格率。しかも可愛いアナウンサーなんです。細かいことを言うと、テレビの左上に出る時間の数字の6に、ウルフィーの耳が生えていて可愛いですよということですね。なるほど。羽生選手のおかげで世界的なゆるキャラに昇格。これ、ナウンさんって言うのかな、ナウンさん嬉しいだろうな、ということでね。そういうなんか、可愛いことがあったらしいですよ。そして、草薙24さんもイントです。竹内幸太郎くんの所属は、令和ではなく、法和ですね、ということなんですが、令和っていうのは、これは、あるんですかね、このクラブは。
松平さんは怪我に流されましたね。本当です。あと、特殊な、ご病気もされてましたよね。確か、怪我かな？怪我ですって。引退前、メイフェスでイラさんがお手紙を読み上げているとき、お母様も泣いていらしたと思いますが、会場の皆さんももらい泣きしました。フィギュアスケーターの特に名古屋の親御さんたちは、方は、厳しいことで有名ですが、中でも昭和ママは、こういう一面を見て、たっぷりの愛情の上に成り立っているとは思いました。そうじゃなければね、無理ですね。でも松田さんはね、本当ね、素敵な選手でしたね。僕はすごい大好きな、可愛いスケーターの一人でしたね。ということなんですけど、もう一つ入ってきましたよ。もう一つです。今3分前でございますね。長久保コーチは、鈴木明子さんや山本草太選手などたくさんの選手を見てこられたんですが、ご家族の介護だったのかな、のご都合でコーチ業から退かれました。高橋大輔さんがシングルの時に、ジャンプのアドバイスをしてもらったことがあり、教え方がとてもうまい、分かりやすいと言っていました。とても素晴らしいコーチだったんで、惜しまれましたということですね。鈴木亜希子さん引退とともに、引退されたような印象もありましたけどもね。でもね、荒川静香さんを教えて、すごい怖いコーチっていうイメージもあったらしいんで、鈴木亜希子さんは一貫躊躇したらしいですね。でも長久保さんがね、先生が鈴木亜希子さんのことをね、俺についてこい的な感じで教えてくれて、もう絶対的な信頼をしたからこそ、そういった成功があったとおっしゃってましたね。というわけで、皆さんありがとうございます。